はい皆さんこんにちは今日はえっ、ー、とスレータ行列式の話をし、えー、していこうと思いますえっ、ー、と量子化学で使う近似の話をまあいろいろこれまでやってきましたけどもえっ、ー、とまあそれのゴールにだいぶ近づいてきたという感じがあしていますで、えー、まず、えー、この、えー、量子化学の中ではどういうことどういう近似を導入してきたかというと まあ、あの復習ですけどもまずボルン・オッペンハイマー近似これによって、えー、と電子状態を考える時は原子核の動きっていうのを、えーえー、一旦無視しておいていいよということを、まああえー、と認めましたそして、えー、と次に独立電子近似っていうもので、えー、電子が、えー、一個一個ぶつかってえっ、ー、と うーん衝突して相互作用しているのを一、まあ、個一個の独立なあ電子電子は一個一個別々に振る舞っていてそれの、えー、と量子状態を考えて一個の電子に対する量子状態を考えて、まあ、それを分子軌道分子に対しては分子軌道っていいますけども、まあ、その分子軌道とでその分子軌道の中にどういうふうに電子が詰まっているのか電子配置っていうものを考えることで分子の 分子全体の状態量子状態を考えることができるというようなことをやっていきました。でこの電子配置をちゃんと考えるためには空間をどういうふうに電子が走っているかっていう分子の分子軌道だけじゃなくてスピンというもの正確に理解するにはスピンというものの理解が必要だということも前回お話ししました。 で、えー、まあ要するにパウリの排他率っていうものに、えー、をちゃんと満たすようにっていうその、えー、パウリ排他原理って言った方がいいかなパウリの排他原理っていうものを満たす、えー、粒子が同じ、えー、と量子状態に えー、2つ以上詰まることはできないというそういう、えー、とルールなんですけどもそれを満たすようにするにはあー空間だけではダメ,ダメで、えー、とスピンの状態も考えてあげないと、えー、こことの、えー、整合性がおかしくなりますよ電子配置考える時に整合性がおかしくなりますよということで、えー、と位置座標に加えてスピン座標も入れてそして分子軌道 πr というものの代わりに えーとスピン軌道ですね、えーと。ファイ X っておいて、まあまあ、スピンき座標と,、えー、と位置座標を合わせて X って書いておくと,、えー、と分子軌道の、えーえー、とプサイに、まあえーまあ、ここイエタって書いておきますけどイエタはアルファスピンかベータスピン,スピンつまり上向きのスピンか下向きの電子が持っている上向きのスピンか下向きのスピンですね。 でそういう関数を掛け算したようなもので、えー、とスピン軌道っていうものを考えますよっていう話を、えー、前回してきました。で今回はさらにそこに加えて、えー、と粒子を交換した時の対称性っていうものを、えー、考える必要があるよっていう話に入っていきます。で早速ですが。 また二電子系を例によって、えー、と考えます、えーとまあ、あのこれもちょっとまだ復習の範囲ですけどまだあの、えー、と粒子交換の対称性の話は入ってませんけど二電子系でどういう話があったかっていうと,、えー、と2つの電子12があったとします。で、まあ、例えば電子1の分布っていうのを、まあ、例えば知りたければどういうことをしたらいいかというと確率密度関数っていうのを。 え量子力学で何とか出せばいいわけですけどもそれはどうやって出せるかっていうとえっと一個の電子に対してえっと求めた波動関数まあ例えばファイワンっていう軌道にエックスワンっていうまあ電子一のえっとスピン座標ですねスピンえっとスピン一一スピン座標ですねそれがまああま入ってるとしてまあファイワン、エックス一のファイワンのエックス一 っていうものが、あまあ、波動関数として求まってたとすると、えっ、ー、と電子位置がどう分布しているかっていうのは、あまあ、例えばこれその関数を p1x1 という確率密度関数って言われるもので、まあ分布を書けばいいわけですけども、これはどういうふうにえっと計算できるかっていうと、この波動関数の絶対値の2乗っていうふうにえできます。まあこの波動関数複層数,数になることもあるので一応絶対値をえつけてえ書いています。 で同様に電子2の分布っていうのも、えー、計算できて、えー、と電子2は、えー、とファイ2っていう波動関数で量子状態に入ってたとすると、まあ、波動関数としてはファイ 2x2 なんですけども、まあ、そこから、えー、と電子2の分布確率密度関数っていうのを求めてあげると p2x2 はこのファイ 2x2 の絶対値の2乗こういう形で、えー、出すことができます。 で K、全体、電子1、電子2全体の、えー、と確率密度関数というのは、確率分布というのはどうなっているかというと,、えー、と、この2つの確率の掛、えー、け算でかけます。つまり、えー、と電子1の分布も電子、電子1の分布と電子2の分布は、まあ、あの独立に決まってますよという、まあ、そういうところですね。 まあここをもってまあ独立電子近似のまあっていう意味もまあ見えてこようかと思います。で、えー、とこれに対応する波動関数も当然スレーター積でえーと与えられて、まあ、こっちですね、φ1x1 っていうのと、φ2x2 っていうので、えーとでえー、と掛け算で、まあ、全体の φx1x2 っていう2電子系のえと波動関数は、 え電子1の波動関数と電子2の波動関数でこういうふうに書けますよと。これがまあ独立電子近似の中の話でえとこのえ2電子の分布と,えとこのえと2電子の波動関数の関係はっていうと,えとまあ量子力学でえよくえ見る式ですね1電子の場合と同様にこの2電子の波動関数の2乗がああ 分布の、えーえっと、電,子電子1と電子2の座標、えー、スピン軌道スピン,スピン1座標の x1x2 の、まあ、分布っていうものになりますよっていうふうなことになります。まあ、これはここまで復習ですね。ハート霊積っていうものと、まあ、それと,、えー、と分布っていうもの波動関数の分布っていうものが、まあ、ど,うどうなるかっていう。 そういうい、えー、復習ですでここに、えー、量子力学からの要請として大事な要請として同じ粒子がああ2つ以上あったらその、えー、と粒子は区別できないっていう、えー、そういう要請があります例えば電子1の分布が例えば電子1の分布が、えー、とこういうふうになってて こういうふうになってて電子2の分布がえっとこういうふうになっているっていうのはまあ1と2の分布っていう1と2がどういうふうになっているかっていうのを区別して見ることができるということになります。でえなのでこの電子1電子2が区別できないような状態になっているっていうふうな あ、ことにするには、えっと、今までの、理論をどういうふうに変えていかなきゃいけないのか。っていうことが、まあ、今回考えなきゃいけないところで。まず、えっと、この分布のことから考えていくと、わかりやすいかなと思うので。なので、まあ、ちょっと分布のことから、あ、入っていこうと思いますが。えっと、独立電子近似の場合、先ほど、え、見せ、お、お話した通り、エックス一、エックス二の分布っていうのは。えっと、ピーチの、ピーチっていう関数の分布と。 p1x1 っていう分布と p2x2 っていう分布電子1の分布電子2の分布の掛け算でかけます。だけどこれを、えー、と粒子交、えー、と区別つかないということは粒子交換をしても同じものが現れるということなので、えー、と粒子交換をしてみます。そうすると,、えー、とこっち側に x2 を入れてこっち側に x1 を入れるつまり p1 の分布をしてるのは x2 で p1 p2 ののの分布をしていいるのは1番目の座標 x1 とになりますでこういうふうにえとやってあげると p1 と p2 の関数が例えばこういうふうに違う場合は当然、まあうん、と p の x1x2 もともとの関数とここの座標を入れ替えたこの px2x1 っていうのは異なる関数になると。でこうなってる時は、うん、とどうやら1と2っていうのは区別できてる。 ということになりますで、えー、と同じ粒子で1番と2番の区別がつかないっていうことはどういうことになるかというとこの、えー、と粒子の交換に対して、えー、px1px2 っていうのを、えー、px2px1 にしても同じものになってるっていうような要請が、えー、入ってきます。でこれシンプルにはどうしたらいいかというとま,まずちょっとここは間違いなんですけども。 えと正確に言うとこの操作は間違い、まあ、あと正しくはないんですけどもシンプルにはどういうアイデアが数学からであるかっていうと,、えー、と関数の対象化っていうことをやればいいんじゃないかということに、えー、なるわけですね。でその対象化っていうのはどう,どうすればいいかっていうと,、えー、とこの px1x2 っていうものと p x に x1 っていうのを足して2で割っておけば、えっ、ー、と対照的な関数になりますね。こうしておくと x1x2 っていうのを入れ替えて x2x1 ってしてあげても、えっ、ー、とイコールにこういうような、えー、粒子の交換に対して対照的な分布があ出てきますよっていうことになります。で、えっ、ー、とただし ただしこういうようなことをやるのは実はえとちょっと量子力学では問題でえと量子力学はあくまでもえとシュレーディンガ方程式えーと波動関数でえと支配されている世界なのでえ波動関数の方にえとそういう対象操作を考えていってあげる必要がありますただしえとちょっとその前に一つだけ考察をしておきたいんですけども このまあ間違えてはいるんですがこの対象化されたこの密度分布関数ですねえっと確率密度分布ですけどもえっとこの第1項のところ Px1x2 のところからはえっと独立電子近似を使うと P1x1P2x2 っていうのが出てきていてこの第2個目 Px2x1 っていうのは p 1 x 2 p 2 p 2 p1x2p2x1 っていうふうなえとここの粒子があひっくり返って1番には2が入ってて1の分布には2番が入ってて2の分布には1番,が入っ1番の電子が入っているとまあそういうような分布になるわけですねでえっとまあここから波動関数を考えるときにはまあ位相が自由にえ出てくるのでまず一つ目からは まあ、とりあえずそのままファイファイが、えー、と対応するだろうなって思っておけばいいんですけどもこっち側、えー、はここに対して同じようにファイファイっていう風な同位相でここがあ決められていてもいいし逆にマイナス位相逆位相になっていて φ1 X にファイに x になっててもまあここにもまあ対照的なえとここ結局二乗されてしまうのでえと対照的なあこのえと確率密度分布が出てくるなっていうことがまあ見えてこようかと思います。なので波動関数はあこの確率密度とは違ってえと位相があるプラスマイナスの位相を作ってあげてもいいということになります。 なので、えーと、ちょっとここまでは、うんとまああ、これからやりたいことを理解するための、まあ、ちょっと,、うんとまあ、ぶっちゃけ間違えた操作ではあるんですけども、えーとまあ、こういうふうに、えー、波動関数になると、こういうふうなプラスマイナスの操作、プラスの方は対称化になりますし、マイナスの方は反対称化という操作になるっていう、そういうものが出てくるということが、まあ、ここから、 まあ見えてくるんじゃなないかなと思いますじゃあまあ今の考察からまあ本当にえと対称化反対称化しなきゃいけないのは量子力学のもっとベースにある波動関数を対称化したり反対称化したりということをやらなければいけない。なのでまずえとそ,それを波動関数を対称化反対称化するということを考えます。 でえー、と今持っている、えー、と波動関数は φ1x1φ2x2 なんですけども、えー、と対称化するには、えー、と先ほどと同様で、えー、とこの電子を入れ替えた式電子の座標を入れ替えて φ1x2φ2x1 ってした式をプラスで足してあ、えー、げるものとそして、えー、と反対称化する場合には、えー、とこちらの えー、粒子を入れ替えた波動関数をマイナスで入れてあげるっていう波動関数この2通りを考えることができます。でただし、まあ、こういうことをしてあげると,、えー、とこれを二乗して積分しても、えー、と1にはならないので、えー、とこの a っていう定数をつけて。 ええー、二乗してえ積分したらあ一になるつまり確率に確率の和がえっ、ー、と一相和が一になるっていうそういうえっ、ー、と確率と条件に合わせてまあ規格化因子っていうのを置いてあげる必要があります。まあいずれにせよまあこうファイ一エックスファイ一エックス一ファイ二エックス一っていうのにプラスマイナスのファイ一エックス二ファイ二エックス一っていうふうな まあなんかこういうふうなものをしてあげると,、えー、と対称化されたもしくは反対称化された波動関数っていうのを、えー、と求めることができます。で、えー、とじゃあここから、えー、確率密度分布確率密度関数を出すにはどうしたらいいかっていうとこれを二乗、えー、二乗してあげればいいわけですね。えーと P、ののにはこのファイ っていう関数の2乗になりますでこれを代入して計算してあげると、まあ、規格仮定数 A の2乗の部分と、えっ、ー、と、第1項の2乗の部分ですね、ファイ 1X1 の2乗とファイ 2X2 の2乗の部分、そして第2項の2乗の部分、ファイ 1X2 の、えっ、ー、と、ファイ x 2の2乗の部分とファイ 2X2 の2乗の部分、それから交差項ですね、えっ、ー、と、それが、 ファイ 1x2 のこれ絶対値の2乗なのでファイ1スター x1 ファイ2スター x2 とファイ 1x2 ファイ 2x1 それからファイ1ファイ一スターの x2 ファイ2スターの x1 とファイ 1x1 ファイ 2x1 と まあ、あの2倍のリアルでもいいんですけども、まあ、こういうのがプラスマイナスプラスマイナスでここの対象化の場合と反対象化の場合とによってこういうふうなものが出てきます。で、えっと、先ほどと実は間違いですよって言ってたのはどういうことかというとここだと、えっとえー、確率密度を直接、えー、っと対,反対象化してあげると、えっと、この部分しか出てこないんですけども。 波動関数を対称化反対称化してあげると,、えー、と実はこういう部分が出てきて、えー、と電子1電子2の、えー、と干渉部分が、まあ、一応ついて、まあここにこういう形で、えー、ついて出てくるっていうことが見えます。でこの、えー、とプラスの方対称化の符号に対応する方が実は坊主粒子を の性質を表している波動関数っていうものに対応していてそしてこのマイナスの符号がついている方は反対称化、まあまあ、まあ反対象化している方は何に対応しているかっていうとフェルミ粒子の性質に対応しているものになるということになります。でそのことを、えー、ちょっと分かるようにするには。 えと電子1電子2えともにこのファイっていうえと同じ軌道つまりまあファイ1ファイ2っていうこの分子軌道がスピン軌道が同じものであったとするとどういうことが起きるでしょうかっていうのを考えてみると,えと分かりやすいかなと思います。で、えー まあこういうことをやってあげると例えばうんとえとここの φ1 のところが φ こっちの φ1 のところが φφ1、φ1 で φ なんですけどもえと同じものを対象化するとえ 1> まあ第1項と第2項が全く一緒になってしまうので、えー、と2倍の A のあフ,ァファイ、X、1ファイ X1 ファイ X2 ですねそれは問題ないんですけども反対称化した場合にここがファイ X1 ファイ X2 こっちもファイ X1 ファイ X2 ファイ X1 まあ第1項第2項一緒になってしまうので、えー、とフェルミ粒子の場合反対称化した場合はこれ波動関数全部0になってしまうということが起こってしまいます これは、うん、と絶対に何に対応してるかっていうと,、えー、と電子1、電子2が同じ X、ファイ1、ファイ2同じ、えー、と分子軌道スピン軌道に入ることはないということを意味していてこの反対称化っていうのとパウリの排他率っていうのが実はちゃんと対応しているっていうことになります。逆にボーズ粒子はパウリの排他率を えー、感じないっていうことと、まあ、あここを同じ粒子にしてもこの波動関数が0になって、えー、消えるわけではないっていうことと、まあ、ちゃんと対応していて、えー、っとうまくできているということが、まあ、ここからも見えてきて実はこういう、えー、っとプラスマイナスのあるこの波動関数の、えー、性質から。 えーとフェルミ粒子独自のまあ相互作用があるっていうことがまあ見えてきたりするのでまあ非常にえーとここの符号っていうのは大事な符号ということになってきます。まあ、あんとちょっとここでえーとやったのはああんと確率密度の場合ですね。 えっと一応式だけ見ておくとえっ、ー、と両方ともファイに入れるとした場合 P の x1x2 は a の2乗の、えー、ファイ x1 の2乗ファイ 2x2 の2乗でえーとえー、っとえー、っとえー、っとここにある12345 1> 1, 2, 3, っていうこの4つの項から全部同じ項が出てきて全部足し算になりますよっていうことでえっと全部ファイ X1 の2乗ファイ X2 の2乗のそれが 4, 4つ出てきますよというような式になるとで何の問題もないですただしフェルミ粒子の場合は PX1PX2 をやってあげると A の2乗のえっと最初の2項からはファイ絶対1の2乗 でファイ X2 の絶対値の2乗これが2個出てきてそれからマイナス符号で、えっと、ファイ X1 の2乗ファイ X2 の2乗というのが、まあ、これ2つ出てきますでこ,うこ,れこれとこれがキャンセルして0になって、えー、と反対消化したようなもので、えー、と同じスピン軌道に粒子1粒子2ともに同じスピン軌道に入っているものというのは えと確率がどこもゼロになってしまいますよっていうことがまあこれで見えるとまさにパウリ配達ですねっていうことになりますで今興味があるのは電子の方なのでまあフェルミ粒子になります波動関数っていうのは反対称化しなければいけないだから今独立電子近似で えとファイ 1X1 ファイ 2X2 っていうふうなこういうスレーター積が与えられている場合、えー、とフェルミ粒子電子の、うん、ちゃんとした波動関数そういう、えー、粒子の交換に対して、えー、とちゃんと反対象化された波動関数っていうのはファイ X1 ファイ X2 っていうふうに今それを置いておきますがそれはどういう関数かというとえっ、ー、と ファイ 1x1 ファイ 2x1 から、えー、と粒子を交換したものをマイナスで足し込んでファイ 2x1 ファイ 1x2 ですね。でそういうものにえっ、ー、と規格化定数 a をかけたものになります。でえっ、ー、とかけ算して何かある数字をかけ算して、えー、と引くことのある数字をかけ算するっていうのは、まあ、行列式の計算と一緒ですね。 えっとまあこれはあの多粒子の場合あ、えー、っと二電子だけじゃなくてもえっとちゃんと成り立つことなんですけどもえデターミナントの ABCD という行列は AD-BC です。でこの形と この形がえとまあきれいに一致しているのでえとこの波動関数はこういう行列式の形まああと今はこれ絶対値で絶対値でこの ABCD っていうのを書いてますけどもうんと A の φ1x1φ2x1 何やってるかっていうと,、えー、と横にはあとファイ1っていう一、えーえー、電子波動関数分子、えー、スピン軌道分子スピン軌道の中に x1x2 っていうふうな電子の違う座標を入れていってで 2, 行2行目にはファイ 2x1 ファイ 2x22、えー、番目のスピン軌道の中に x1x2 っていうふうにてい 電子を入れていくっていくう風なまあそういうような風にして作った行列の行列式を計算してまあ規格化定数 A をかけてあげると,えと反対称化したスレーター行列式っていうのがあ出てきますよということになります。でここでファイ1ファイ2っていうのは一電子ハミルトニアンのこういう関数だとするとまあ一応規格直行っていう性質を持っているので それを、えー、その性質を使ってあげると、まあ、つまりどういうことかというとファイ1のえを、えー、と積分してあげると1になるファイ2も積分してあげると1になる、えっと、ファイ1とファイ2もしくはファイ2とファイ1を掛け算して、まあ、片っぽす、えー、複素協約取ってますけども掛、えー、け算して、えー、と積分してあげると0になりますよとこういう性質を、えー、使ってあげると、えっと、このと ファイの x1、えー、x2 の2乗。この波動関数を2乗して積分すると、1になるためにはあ、どうでなきゃいけないかっていうことですね。まあこう、こういうふうにしておきたいと。積分すると1にしておきたいと。でちょっとそれを、えー、考えておきたいと思います。まあ、これを考えてあげると、えっ、ー、と、 ここの頭の規格化定数の a っていうのがどういうものだったかっていう正体がわかるのでちょっとこの計算をしておきたいと思います。で波動関数、φ、えー、の x1x2 絶対値の2乗 dx1dx2 このうの積分をやってあげると,、えー、と規格前に、えー、と規格化定数の a の2乗をこれ出しておきます。で後ろは第1項は φ1x1 の2乗。 まあこれを、えー、と展開するだけです、ね、ファイ 2x2 の2乗それからファイ 1x2 の2乗ファイ 2x1 の2乗それからマイナスのファイ 1x1 ファイ1スター x1 ファイ2スター x2 ファイ 2x1 ファイ 1x1 ここにです、ね、ファイ,イ 1x、えっと。こっちが入れ替わってないやつでこっちが入れ替わったやつ。でこっちのスターがあー入れ替わったやつに、えっと、ファイ2スター x1 ファイ1スター x2 後ろがファイ 1x1 ファイ 2x2 入れ替わってないやつが来てでこれの、えー、積分です、ね。で第1個第2個は、えー、とこれ、えー、x1 で積分すると1になるし x2 で積分して1になるしっていうので、まあ、ここからは えっと前の二項からは一一で出てきます。で後ろの方はえっ、ー、と x 一で積分しようと思うとえっ、ー、とこれと、えー、これですね。y 一 y 二の、えー、掛け算を積分するということになるのでえっ、ー、とゼロになるし後ろの方もえっ、ー、と一番目の座標について積分しようと思うと y 二と。えー φ 1>, 1を掛け算して積分することになるので直交性から0になります。だからこれ2倍の A 二乗っていう2倍の A2 乗っていうことになってこれが1であってほしいと規格化されていてほしいということになります。でなのでえとこのえっと A という規格化定数はルート2分の1ということになりますと。よって、えー、とスレーダー行列式というのはどういうふうに書けるものかというと、x1、えー、x2 で、φ1、えー、のところに x1、φ1 のところに x2、φ2 に x1、φ2 に x2 を代入したものをこういうふうに行列式で書いて、それに規格化定数のルート2分の1を えー、かけたものっていうのうがスレーター行列つまり、えー、と粒子交換に対する反対称性を考慮したあ波動関数が、まあえー、と独立電子近似、まあ、から、まあ、出てくると独立電子近似の、まあ、改良版として、えー、と出てくるということになります。で一般には、えー、と N 電子系ですね電子が3個4個5個ってなっていっても同じような えー、形があ出てきます、えーとまあ、これは、まあ、次回以降やろうかなと思ってますけども、えー、と一般に、えー、とスレーター行列式の形はあファイ N 電子圏の場合は x1/xn で,で、えー、と規格値数は n の解除分の1それから、えー、とここの行列式のところはファイ1の中に x1、x2、x3 点と入れていって次下には えと電子1の座標のままファイ、えー、とスピン軌道がファイ1ファイ2ファイ3点点点ファイ n となっていってっていう、まあ、こういうような行列式行列の、まあ、行列式デターミナントを使って、まあ、こういうふうに波動関数が書けるということになっていきます。はい今回はここまでにしたいと思います。